はいこんにちは派遣社員の一人ごと第149回目となりました今回もご視聴いただきありがとうございます今回のテーマは給与の差について取り上げてみたいと思います私が以前勤めていた派遣先では宅配弁当があるとあのま福利厚生でですねあのお伝えしたことがあるかと思うんですけどもまそこは数百円で毎日日替わりで頼めるといったような結構便利なシステムなんですよね でまあ、日替わりだから飽き、まあ、ないだろうと思われるんですけどもやっぱり限界があってですねまあ何週間か1ヶ月か分かんないですけどやっぱり同じメニューがやっぱり出てきてしまったりとかあのなんとなく似た感じになってしまったりとかっていうこともあって、まあ、たまには外食したりとかですね、まあ、違うそのお弁当みたいなのを頼んでみたりとか買ってきたりとかそういったことをしたくなるわけなんですよ。ただまあ,あまりにもその高い弁当が安すぎるんで まあなかなかちょっと経済的に余裕のない私としては普通のランチとしてですねまあ1,000円とか1,500円とかなんかとてもじゃないけどまあ出せないなというような気分なんですよそんな中ですね、まあ、ちょっと昼休憩中にトイレ行った時に、まあ、派遣先の社員の方と会ったんですよでその方はいつも1人でお昼時間だったらスーッと外食しに行ってしまうんですよねお疲れ様ですっって言って、言 いいつも何何々さんんんっってててて食べてるでですすかって私聞いてみたそしたら「パスタとかいろいろだね」みたいな話で「でも結構高くないですか?」っつったら「まあでも,も1,000円とか、まあ、12300円とかだからまあ別に普通じゃない?」みたいな感じで言われるんですよ「えー、全然普通じゃないじゃない」と思ってあの本当あの泣きたくなりそうな感じになるんですけどもでもそんなこと言ったら「だって俺らペロペロさんたちと給与違うからさ」みたいな話で軽くスラッと言われちゃうんですよね。 そりゃあ社員とね派遣社員じゃ給与は全然違いますよもちろんあのお昼ご飯の食べれる内容もですね変わってくるとは思いますよだけどもそんなことをその面と向かって言わないでっていうこの悲しい気持ちですね <laughs> まあそこはあのなかなか分かってもらえなくて、まあ、本人も悪気は全くないんですけれどもまあ私たちに対して あんまりそうい派う遣、まあ、社員時代がどういうものなのかとかいくらもらってるのかとか、まあ、あんまり分かってないのかもしれないですけど、まあ、明らかにあのもちろん正社員の方が給与高いのは当然ですけれどね、まあ、その辺の感覚っていうのがあまりないのかなとちょっと感じましたまあ私はその場はまあ,あそりゃそうですよねって羨ましいですねそんな毎日外食できてって、ね、私なんか宅配弁当ですよみたいな感じでこう。 あの話を終えたんですけれども、まあ、結局その方は毎日毎日外食されてそうですね1回1,000円か1,500円ぐらい取られてるんで月にしたらもう全然あの高い弁当とはもう比べ物にならないぐらい出費があるかと思うんですけどもまあそれでも痛く,もな,くもないというような状態なんだろうなと思いましたまあお昼はやっぱり、うん値段もありますけれどもやっぱり。 外食ばっかりだとどうしても栄養も偏ってしまうっていうところもあるんでまあ私としての解釈としては宅配弁当は安いしまあ味もそれは外食に比べたらそれはあの出来立てではなくて、まあ、ちょっと作り置きみたいな感じなんでちょっと冷めてしまったりとかですねちょっとあの味は落ちてしまう可能性もありますけれどもでもやっぱりあの栄養士さんがですねちゃんと。 こう考えてくださった、えー、毎日こうバランスのある栄養を取れるようなあのお弁当作りっていうのをしていただいているんで、まあそれであのまあ仕事をする上でのその原始となるこのまあ体作りえっ、ー、とこれをまあ私たちは安い値段で買ってるんだというような感じであの言い聞かせてます。まあでもやっぱりたまには旅に行きたいですね。<laughs> まあ仕方ないかなと思いますね。まあそんな感じで今回もちょっと愚痴っぽくなってしまいましたけれども。 まあやっぱり派遣社員だとなかなか給与面のアップっていうのは難しいと思いますし、まあ、今後も地道にあの働いて頑張っていきたいなと思いまして今回お話を終わらせていただきたいと思います。今回もごご視聴いいたただきありがとうございました